ソロモンはイギリスのピアニスト。活躍した時期が長くなく脳梗塞によってキャリアを中断されたことから伝説的なピアニストと言われることがある。ロンドンのイーストエンドに七人兄弟の末っ子として生まれる。5歳でクララ・シューマンの弟子マチル・ダ・ベルンに支持する。1912年10歳でデビューを飾った。この時のプログラムは ベートーベン作曲ピアノ競争曲第3番であり、指揮はヘンリーウッドであった。その後、チャイコフスキーのピアノ競争曲第1番で、ロンドンでのデビューを果たした。これらのコンサートの成功から、振動ソロモンと呼ばれ、以後ファーストネームのソロモンで活動した。ファーストネームのままで活躍したケースは、非常に珍しい。イギリスでの演奏活動での成功にもかかわらず、 ソロモンは演奏活動を中断することを決心する。彼はパリに渡りマルセル・デュプレとラザール・レビについて学んだ。ラザール・レビはクララ・ハスキルの師でもある。その後十9歳で演奏活動を再開し、1929年には初めての録音を行う。ソロモンは古典派からロマン派にかけて広範なレパートリーを誇っていた。だが彼の名を高から占めたのは何より、 ベートーベンの演奏であった。ソロモンは優れた技巧と高いアンプの能力を基礎とした深い楽曲への洞察に基づく拡張高く古典的、構築的な演奏で知られた。広告イギリスを中心に欧米では偉大なベートーベン匹の一人と考えられている。日本には1953年に来日したが、あまり話題にはならなかった。 しかし音楽評論家の吉田秀一は彼を高く評価し、最高のベートーベン弾きとして、その著作で言及している。ソロモンは EMI と契約を結び、1951年からベートーベンのピアノソナタ全集の録音に取り組んだ。だが1956年夏、脳梗塞のために、左手の薬指及び、小指が自由に動かないことに気づいた。このため、 ピアノソナタ31番の修学賞では指が滑り一部が欠落して修正されないままであった。結局彼は脳梗塞のために引退を余儀なくされ、前週は未完に終わった。潔癖なマナーが印象的で合音はほとんど用いられない。スタジオ録音とライブ演奏にほとんど差がなかったとも言われており、いくつかの演奏では潔癖すぎるあまり、 やや退屈な印象を与えることもある。後期ベートーベに演奏は彼の18番であったようで、フガート構造が綺麗に透けて見えるほど多声の弾き分けがうまかった。作品を汚すような音を一切用いないという意味では、ブリティッシュピアニズムの正当な継承者の一人でもある。ありがとうございます。